このチャンネルでは2022年以降にウィザーズ社からデイブレイク社が運営を引き継いだマジックオンラインが本当に素晴らしい、神対応に次ぐ神対応を見せているという話を動画でたびたびしてまいりました。具体例を挙げますと、カードの挙動のバグに対する対応がとんでもなく迅速化したり、スタンからヴィンテージまでのパワー9等を含むほぼ全カードが4枚使い放題になるオールアクセスイベントを頻繁に開催したり、キューブドラフトのカードプールをプレイヤーの反応を見て頻繁にアップデートしたりするなど、ウィザーズ運営時代にはなかったようなプレイヤーにとって本当に嬉しく感じられる対応をたくさん行ってくれているのです。そしてアメリカ時間で4月8日、MO 公式からまたしてもとんでもない内容のアナウンスが3点同時に行われましたので、その内容をかいつまんで紹介させていただきたいと思います。アナウンスの1点目、それは今後 MO のアカウントを新たに作成したプレイヤーに対して無料で5つの構築済みデッキが配布されるようになるとのことです。5つの構築済みデッキはそれぞれパイオニア、モダン、レガシー、カウパー、統率者向けのサイドボード付きで75枚構成。パイオニアは白単人間、モダンは緑単感染、レガシーは赤単バーン、カウパーは青単デルバー、そして統率者は蘇りし悪夢ブレイズが統率者の黒単デッキです。5つとも虚空の杯、宝石の睡蓮のような高額カードは入っていないものの、低予算ながらなかなか充実したデッキ内容で、一部のプレイヤーからは MTG ゴールドフィッシュで紹介されている低予算デッキを参考にしたのではという指摘も上がっており、各フォーマットの雰囲気をつかむため最初にプレイするデッキとしては最適だと思います。さすがに MO 競技リーグで 5-0 するにはちょっと忌むしめなデッキパワーであることは否めませんが、うまく回れば各フォーマットの一戦級のデッキにも十分勝てるデッキになっているように感じられました。特にレガシーの赤タンバーンの内容が素晴らしく、ここからゲーム内通貨のチケットを使ってカードを買い足したり、カードレンタルのサブスクの一番安いプランに入って足りないカードをレンタルすれば、モダンやレガシーの競技リーグで 5-0 したバーンのコピーデッキがすぐに組めるでしょう。なお、これら5つの構築済みデッキはこれから MO のアカウントを作る人にしか配布されず、すでに MO のアカウントを持っている人に新たに配布されることはないようです。アナウンスの2点目です。 MO はアカウントを作ったばかりの状態では初期デッキでしか対戦ができないなどの機能制限があり、 MO をきちんと楽しむために機能開放するためのアップグレードキットを5ドルで購入する必要がありますが、今後このアップグレードキットを購入すると5000枚以上のカードがもらえるようになるとのことです。5000枚のラインナップを全部確認するのはさすがに骨が折れますのでやっていませんが、アナウンスによればこれまでのほぼ全てのコモンとアンコモンの2色土地が4枚ずつに加えて、チェックランド10紙40枚と神殿10紙40枚が含まれているとのこと。神殿はすでに過去のカードですが、チェックランドはパイオニアでまだ使っているデッキもありますのでなかなか悪くないです。土地以外のラインナップについては枚数が多すぎて全てを把握できていませんが、上から下まで流し見したところ、夢を引き裂く者、足浴などの闘争対戦のアンコモンプレインズウォーカー群や剣を好きになど、下環境でもよく見かけるアンコモン以下のカードがいろいろ入っております。これで5ドルなら破格だと思います。なお、こちらも先ほどと同じくすでに MO のアカウントを作成済みのプレイヤーは受け取れないようです。そして最後となる3点目です。コマンダーワークショップというMO 上での新たな商品の発売がアナウンスされました。これは商品名の通り統率者プレイヤー向けに作られたようで、価格は39ドル、2000枚のカードがそれぞれ1枚ずつ入っており、2000枚のうちの 96% 以上がレアまたは神話レアで、うち375枚が統率者として使用可能なカード、さらに40枚以上のプレインズウォーカーが入っているとのことです。こちらもあまりにも種類数が多く全てを把握しているわけではないですが、上から下まで流し見したところ、やはり統率者向けのラインナップではあるものの、60枚フォーマットでも多用されるカードも非常に多いです。例えば狂炎と飢餓の剣、火と氷の剣、ヨーグモスのフンボアーボーグ、オゾリス、ニブミゼット、サイタン、トライオーム、ゴシなど至れり尽くせりで、デッキに1枚だけあれば足りるカードも多く、私のような60枚フォーマットがメインのプレイヤーにも買う価値が大いにありそうです。以上3点はアメリカ時間で4月8日にMO 公式サイトでアナウンスされた内容なのですが、3点とも MO に新しいプレイヤーを呼び込みたいというデイブレイク社の意気込みをビンビンに感じる内容ですよね。今の MO は
私が MO を始めた頃にはなかった。カードレンタルのサブスクが存在したり、MTG のほぼ全部のカードが4枚使い放題になる、オールアクセスイベントが頻繁に開催されたりもするなど、始めるためのハードルも高くなく、カジュアルプレイヤーにも競技志向のプレイヤーにもプレイする価値が非常に高まっていると感じます。現時点ではアナウンスされていませんので、確定ではないですが、4月16日に、デジタル環境での、サンダージャンクションの無法物発売に伴って、おそらく新セット発売後に恒例の、オールアクセスイベントが開催されるはずですし、まだ MO をやったことがなくて、興味を持っている方、今が始め時だと思いますよ。今アカウントを作れば、構築済みデッキが5個もらえますので、この構築済みデッキを使って、対戦に費用がかからない、トーナメントプラクティスで対戦して MO の操作に慣れてからカードレンタルのサブスクに入るか、ゲーム内通貨のチケットを使ってカードを集めるかしてデッキを組み、参加費を払って競技リーグに参加していくのがおすすめの遊び方です。競技リーグは5戦中2勝すれば参加費の半額が返ってきますし、3勝以上すれば参加費も黒字となりますので、とりあえずは3勝以上を目指しましょう。とはいえ、やるからにはやっぱり5戦全勝を狙いたいですね。慣れてきたら、プレリミナリーやチャレンジなど、よりガチ度の高いトーナメントへの挑戦も検討してみてください。MO の唯一の欠点は、MTG アリーナとは違って日本語版がなく、英語版しかないことです。とは言っても、どうやらゲーム画面に映ったカードの日本語テキストを表示させるツールも存在するらしいので、英語がわからないよ、という方は、調べてみるのもいいかもしれません。とまあ、デイブレイクが運営を引き継いでからの MO は、これまでお話ししてきた通り、本当に素晴らしいです。2018年にリリースされて以降、尻すぼみ的にパワーダウンしている感の否めない MTG アリーナにも、正直に言えば、MO を見習って、もっと頑張ってもらいたいところです。今回の動画は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。